山登りってピークを目指すだけが山登りじゃないと思ってるんで、もうあの高森町のシンボルの猫岳の自然を今日は目いっぱい楽しんで、もう360度こう大パノラマが、もう山頂はもう広がってるので、それを楽しみにちょっと頑張りましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。水戸黄門、山桜綺麗でしょ。ほら、綺麗。山桜っていうのは本当自然の桜で、葉っぱがちょっと赤っぽいのは葉っぱなんですよ。葉っぱが一緒に。あ、見た。おはよう。おはよう。山葉の。可愛いでしょ。可愛い。なんかこれお目目つけたらなんか可愛い。ね。そう、ここってあのこの先が地獄谷って呼ばれてる谷が、深い谷があって、ここが白川の源流なんです。そうなんだ。これ根っこがね、ほら、ちょっと色がついてるでしょ。これあの茜色っていう染料になるの。染めたら赤になるんですか。そうよ。へえ。草木染めの原料だけ、こうやって根っこを掘っていったら、こういうほら色がついてきてるでしょ。わ、本当だ。ほら、楽しいでしょ。高森って何でもあるとよ。すっごい綺麗でしょ。何気なく。何がいた？何がいた？あー、ムカデムカデ。すごい見つけたね。うちの家に入ってきてた一瞬で殺すんだけど、ここにいたらね、別に害はないので。春に咲く花ってこうやって毛むくじゃらなのがすごい。やっぱ寒いのを守るためなのかな。ほら、毛むくじゃらでしょ。で、このキランソウは別名地獄の釜の蓋っても呼ばれてて、そんな恐ろしいの。恐ろしいですか。地面にペタッと這いつくばってるから、地面の下にある地獄を蓋をしてるみたいな。へぇ、きっとなんかいい働きを、いい働きを。あ、ここが登山口の入り口の記帳所。あの、だいぶ荒らさ、見つけられているの。猫だけ、いよいよ。じゃあちょっと行きましょうかね。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。でね、みんなあの足元注意ね。爆弾がいっぱいです。これが肥料になるんだもんね。そうね、この通りで、これ糞があるおかげで、糞を食べる糞虫っていう、あ、そう、大好きですね。今 NHK も牛さんがこれ以上行かないように、この人が大変ですね。カモシグサが応援してるよ。あ、ヘビジャクシって地元の人は言うけど。何これ、カモシグサ。ここまだね、まだね、まだここはいいんだ。逆光だった。はい、はい、きつい、きついですね。すでに。いかがですか？ふくらはぎがもう。ね、ふくらはぎの筋トレです。足の筋肉つけて。最初から。険しいですが、頑張りましょう。頑張ります。あそこね。天狗岩です。足見ると白っぽくなってるでしょ、うん、崩れてしまって、ね、でも あっちに行けなくなって、なので今日は東美濃の最高峰の1403メートル、あ、8メートルです。でも最高って40メートルぐらいしか変わらない。変わらない、変わらない。十分高いけ、わお、もうちょっとは残って、はい、頑張りましょう。はい、キノコみたいよね。確かに。おや、ここだけね。スミレっていう塔に住んでるので。あ、
嘘じゃみかん。そうなんです。みんなに送ってあげろ。あげろになっちゃった。あ、いいね。おはようございます。こっちの山並みがこう、波を打ってるように山が見えるでしょ。あの辺りは波のっていう地域なの。あ、そうそう、波の。これ石鹸みたいな匂いがしてすごくいい。嗅いでみたい。あ、嗅いでみていいよ。あ、いいですか。うん、そこの下の方がいいか。いいよ、かけて。え、かわいい。かわいいでしょ、よく見てね。このね、スズランみたいなの。なんか、ダメだ、鼻が詰まって。もう、こずみちゃん、こずみちゃん。いや、でも、あ、後から匂いました。甘い匂いがした。甘い匂いはい、しました。ちょっと、後から来た。本当か？本当だよ。なんか、そうか。本当だ、なんか、甘い匂い。甘い感じの、なんか、ボディクリームでありそうな。おお、そんな感じ。例えがうまいな。例えがうまい。ごめんなさい。いや、全然いいよ。あ、あ、それ、これがあれよ、その、さっき咲いてた。カメ。オオカメの木。オオカメの木、カメ。つぼみ、よう見つけたね。なんか私たちが歩いてきた道のいい感じだ。うん。いやー、本当に本当に本当に。すごいいい感じに見えてきた。いい感じだ。しましたね、一つ阿蘇五岳。やだ。いつお供にしよう。あ、思い出しちゃった、かなちゃんの親方。わ、なんて器用なお猿さんの。大丈夫だ。ロープを使っていいよ。よいしょ。そこ踏むと段になってるところ。もうこっち来てるし。お、上手。どうやって降りたらいいんだろう。上手。仙人のよ。危ない危ない。安定感が抜群。開けた。やっぱ綺麗。綺麗ですね。はい、猫岳登山お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、感想を一人ずつ聞かせていただきたいと思います。はい、はい、小爪さんから。はい、道中はとっても険しくて、うんうん、ふくらはぎがつりそうになりましたがすごい山頂からの景色はとっても良かったです、はい、登って良かったです、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、猫岳は前々から実はずっと登りたいなって思ってたので、はい、今回こういう機会をいただいて、うん、で山頂までの道のりは結構反り立ってたりとかして、はい、足元も危なかったりで大変だったんですけど、うん、本当に山頂に到着した時は来てよかったってなりました。はい、ありがとうございました。いや本当に素直に楽しかったなっていうのと、その道中とか あのこっちでは見られない山だけでしか見れないお花とか植物とか、うん、そういうものにもたくさん触れながら、うん、登れたことがすごく楽しかったです、はい、また機会があれば登りたいと思います。はい、はい、じゃあ3人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。